どうも、がんばるマンです。はい、今日はですね、アマゾンフレックス府中ステーションに行ってきました。いや、ようやくちょっとオファーが取れまして、府中ですね、行ってきましたよ。で、まあ今日はですね、8時間のオファーで、持ち出しが、76個。はい、一応ですね、まあこの私にはちょっと重たかったんですけど、まあなんとか全部回りきることはできました。で、まあ不在なんかがありまして、持ち戻りが3つですかね。はい、まあまあなんとか、まあなんとかなんとかって感じかな。はい、いや、疲れたして、今日はですね、ずっと雨で、朝からもうびっしょ濡れになりながら、箱なんかもね、あれ濡れないようにするの大変ですよね。で、ちょっと今日あれ府中ステーションで、だいたいほらどこのステーションも多分そうだと思うんですけど、あのステーション内入り口からとか、だいたい8キロとか10キロとかこう指定されてると思うんですよ。で、皆さん、あれって本当にその速度で走られてますかね。で、今日の府中ステーションに関してはステーション内8キロなんですよ。で、僕がちょっとその帰り道かな、帰るときあのスロープ降りて、最後出口のところあたりをちょっとね飛ばしちゃったんですよ。まあ飛ばしたって言っても、まあ10キロ、12、3キロ出たのかな多分。で、あのなんか警備の人に止められて、めっちゃ怒られたんですよ。ちょとか言われて、あんたこれ8キロだよとか、何考えてんのとか言われて、後でこれアマゾンに言っとくかねとか言って言われて、めっちゃ怒られちゃいましたね。いやー、8キロって微妙じゃないですか。せめてね、なんか10キロ、15キロぐらいにしてほしいですよね。8キロは早いな。なんで8キロなんですかね。と思いました。なんか僕はなんかステーションで怒られることが多いんですよね、なんだかんだ。で、まあ、最近ギグワークですね。まあ、よく言われてますけど、オファーが取れないっていう感じになってきてますよね。なんか本当繁忙期になったらね、たくさん仕事が来ればいいなと思ってるんですけど、いや、このままだとね、ちょっと本当に食っていけないなっていう感じにはなってますよね。まあこれからですね、あの軽貨物を始めるっていう方で、まあギグワークを、まあメインで稼いでいこうって考えられている方はですね、ちょっとね、本当に数ヶ月はですね、収入なしでも食っていけるぐらいの資金はしっかりと準備してですね、参入されることをですね、お勧めします。はい。そうしないとですね、ちょっと、やっぱりこう、波がやっぱりあると思うんですよね、ギグワークも。いい時はね、すごい稼げるけど、稼げない時は本当稼げないって、そういう感じなんで、やっぱりこう、ギグワーク、なんかやっぱりいろんな仕事を組み合わせて、ね、やっぱ売り上げを立てていくっていう考えでいかないと本当に厳しいですよね。
ということでですね、まあこの軽貨物業界今後ですね、どうなっていくのかっていうのがすごい注目されるとこではあるとは思うんですけど、まあね、ほらいろんな会社が軽貨物業界にこう今参戦してきてるじゃないですか。そのタクシー会社だったりとかですね、そんなこんなこう荷物は増えているけど、やっぱそこに参戦する人も増えているっていうことで、まあ今後どういう動きになるかっていうのは本当、ちょっと考えていかないと、難しいかなとは思うんですけどね。まあこれから会社をね、辞めようと思われてる方はどうでしょうかね。やっぱりまあ会社を辞めたら、まあ拘束されたりね、そういうのから逃げることはできるかもしれないんですけど、まあ個人事業主はやっぱりね、自分のやりたいようにやれるっていうのが一番の醍醐味なんで。ああ、今日はもう疲れたんでね、今日はこのぐらい短い動画で終わりたいと思います。はい、明日またオファーが取れておりません。はい、下手したらまたお休みになっちゃうかもしれないですけどね。まあ皆さん頑張っていきましょう。それでは。